こんばんは、ウェブレジンの石本です。本日もウェブストアに掲載する商品をご紹介いたします。これから紹介する商品が7月の4日夜9時に掲載する商品になります。お値段、サイズなどのお問い合わせはウェブレジンウェブストアに掲載後によろしくお願いいたします。詳しいことは下の概要欄貼っておきますので、ご確認などよろしくお願いいたします。本日もご紹介していきます。まずこちら、60年代のタウンクラフトのタグがつきまして、サイズ表記はラージですね。で、コンディションもいい、30になりまして、ちょっと身幅はキュッてしてるサイズ感になります。バッグもこういった感じで、全然ここから着用していただけるかなと思います。サイズ表記ラージで、着丈もしっかりとあるんですが、身幅がちょっとジャスト目に近いサイズ感かなと思います。こちらのお値段で6800円に消費税です。続きまして、ボーダーティーですね。こちらの丈がつきます。80年代から90年代頃ですかね。 100% コットンのミディアム表記です。オレンジボディに細めのピッチの、ブルーのボーダーカラーですね、はい、コンディションも全然いいかなと思います。バックもこういった感じですね。ミディアム表記なんですけども、おそらく縮み入っていて、実寸でいうと S ぐらいの体感かなと思います。自分でビタッ、だいぶビタッとしたサイズ感になります。こちらのお値段で9800円に消費税です。続きまして、チャンピオンティーですね。80年代トリコタグのミディアム表記です。 100% コットンのボディに、ネイビーボディに胸元にロックが入ります。そして目もつく一着ですね。全体的にフェード感はあります。バックもこういった感じですが、ダメージとかは見受けられないです。ミディアム表記で、表記通り自分はジャストサイズに着用できる一着になります。こちらのお値段で5800円に消費税です。続きまして、こちらもチャンピオンティーですね、はい、エクストララージ表記になります。グレーボディにこちらサンダーのラバープリントが入りますね。フットボールのプリントの一着です。で、全体的にコンディションも良くて、身幅、着丈しっかりと取られている、いいシルエットの一着かなと思います。年代浅めの分ですね、シルエット非常に綺麗かなと思って、ガバッと着用できるかなと思います。こちらのお値段で5800円に消費税です。続きまして、ナイキティですね、はい、こちら銀タグつきます。90年代ですね、アメリカ製のボディになりまして、霜降りグレーにこちらナイキのプリントが大きく入ります、はい、こちらもコンディションは非常にいい方かなと思います。生地感もまだガシッとしてる一着です。こちらもサイズ表記ないんですけども、おそらくミディアムぐらいかなと思います。しっかりと身幅があって、ボックスシルエットで着用できるかなと思います。こちらのお値段で6800円に消費税です。続きまして、こちらのフルーツのタグがつきまして、サイズ表記はラージですね。で、アメリカ製のボディで、霜降りグレーにこちらジャストドゥイットというプリントが入ります、はい、こちらもちょっと薄地味がポツッとあるぐらいですね。あ、すみません、ちょっとピンホールも見受けられますが、そこまで目立たないのかなと思います。で、そしてサイズ感もしっかりと残っているので、全然着ていただけるかなと。自分で合わせてこれぐらいのサイズ感です。ちょっと着丈は長めのシルエットになります。こちらのお値段で5800円に消費税です。続きまして、こちらフォトティーですね、はい、こちらのヘインズのタグつきます。ステッドマンとヘインズのタグがつきまして、サイズ表記はこちらラージですね。で、こちら、デッドストックの一着になります。フォトティーになりまして、まあ、さらっとシャツのインナーとかにも使える一着かなと思います。ウエストシングルでデッドストックなので、コンディションはもう問題ないかなと思います。ラージ表記でまだ縮みも出てないので、乾燥機回して一発縮めても個人的にはいいのかなと思います。こちらのお値段で6800円に消費税です。続きまして、こちらですね、ギルダンのタグがつきまして、サイズ表記はラージですね。ホワイトボディにこちらのプリントが、フロントに入ります。はい、プリントも大きくなくて、こちらも着やすい一点かなと思います。ソレストはダブルの一点ですね。バックは無地のパターンになります。こちらもラージ表記で、自分が一番いいサイズ感で出る一着になります。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きまして、こちらボブディランの T シャツですね。全体的にフェード感があるこちらのタグがつきます。サイズ表記はラージですね。で、スミクロ具合に仕上がっていて、雰囲気はめちゃくちゃお好きな方とか多いのかなと思います。で、ソレストシングルの1点で、まあ、この感じですね。プリントも非常にいいかなと思います。バックにも小さくボブディランと入りまして、バックも同じく全体的にフェード感が残る1点になります。
ラージ表記ですね。そこまでまあ若干の縮み出てるぐらいかなと思います。もうあと焼け感が非常にかっこいい一点ものになります。こちらの値段で15,800円に消費税です。続きましてアニメ2ですね。こちらのヘインズビーフィータグがつきまして、サイズ表記はエクストララージです。でこちら3匹の小豚のプリントが大きく入ります、はい、ディズニーのコピーライトもしっかりと入りまして、ソレストシングルですね、90年代です。でバックにもこちらの文字が入って、袖にもこういった感じのプリントが入ります、はい、コンディションも非常にいいかなと思います。エクストララージ容器ですね、自分がだいぶ大きめにガバッと切れるサイズ感になります。こちらのお値段で 19,800円に消費税です。続きましてこちらパールジャムの T シャツですね。ヘインズビーフィータグつきます。こちらもエクストララージ表記ですね。ブルーベースのボディにこちらフロントに小さくプリントが入ります。全体的には使用感は見られますが、こちらもフェード感あって雰囲気は非常にいいのかなと思います。そしてバックにこちらのパールジャムのプリントが入ります。ひび割れ具合とかも非常にいいかなと思います。こちらもエクストララージ表記で、縮みも一切出てない、自分は大きめに着用できる程よいシルエットかなと思います。こちらのお値段で 12,800円に消費税です。続きましてライフズアピーチですね。こちらステッドマンのタグがつきまして、サイズ表記はミディアムのアメリカ製です。でブラックボディに全体的にこちらも焼け感、フェード感は全体的に見受けられまして、ソフキにこういった汚れもポツポツと見受けられます。で胸元にこちらのプリントが入りまして、ソレストシンク、そしてバックに大きくプリントが入ります。バックも同様全体的にフェード感ありまして、こちらも一点物感強めのアイテムですね。ミディアム表記で、こちらも体感的に S 表記ぐらいかなと思います。こちらのお値段で 15,800円に消費税です。続きましてこちらサンタクルーズの T シャツになります。はい、こちらの NHS のタグがつきまして、サイズ表記は 2XL ですね。でレッドボディになりまして、胸元にサンタクルーズのプリントが小さく入ります。全体的にちょっと使用感とかはありますが、目立ったダメージとかは見受けられないかなと思います。バックも同じく、ちょっとこちらも大きめのプリントが入ります。こちらも 2XL のサイズ感なので、自分はだいぶ下毛身幅ともに大きめのシルエットになるかなと思います。大きめの個体を探しの方にはおすすめだと思います。こちらのお値段で 12,800円に消費税です。続きましてガンズですね。こちらのタグがつきまして、サイズ表記はラージの 100% コットンですね。オーストラリア製になります。ブラックボディにフロント大きくガンズのプリントが入ります。プリント具合もコンディションいいかなと思います。ソレストシングルの1着になりまして、バックにですね、ちょっとこういった感じのちょっと薄汚れみたいなのが見受けられます。こちらもラージ表記ですが、おそらく縮み入っていて、自分で合わせるとミディアムぐらいのサイズ感になるかなと思います。まあ、インナーとかでも使えるサイズ感になります。こちらのお値段で 19,800円に消費税です。続きましてグリーンデイですね。こちらのユーロのスクリーンスターズのタグがつきまして、サイズは XL になります。はい、で霜降りグレーになりまして、こちらのグリーンデーのプリントが入ります。コピーライトもしっかりと入ります。で袖裾はダブルになりますが、生地感も柔らかく、バック、そしてバックにもプリントが入る、いい個体かなと思います。エクストララージ表記ですね。こちらも自分が着用してゆるく着れる、いいサイズ感かなと思います。こちらのお値段で 29,800円に消費税です。続きましてスマパンですね。こちらジャイアントバイタルテックスのタグがつきまして、サイズ表記はこちら XL です。ホワイトボディにこちらのスマパンのプリントが大きく入ります。雰囲気非常にいいかなと思います。コピーライトもしっかりと入りまして、ソレストはダブルになります。サイズ感も非常にいいですね。そしてバックにもプリント入りまして、こちらも使用感も全然少なくて、生地感もまだガシッとしている、コンディションはいいボディになるかなと思います。縮みも一切なくて、自分がガバッと切れるサイズ感になります。こちらのお値段で 39,800円に消費税です。続きましてマリリン・マンソンですね。こちらのジャイアントのタグがつきまして、サイズ表記はラージですね。ブラックボディにレッドのプリントで、マリリン・マンソンのプリントが大きく入ります。
ソレストアダブルの一手になりますが、全体的に、まあ、使用感ちょっと、フェード感はありますが、こちらも古着慣れしている方であれば全然問題なく支度をしていただけるかなと思います。バックにもプリントが入ります。ラージ表記ですね。こちらも自分が少しジャスベに近いサイズ感で着用できるかなと思います。こちらのお値段で 29,800円に調整です。続きましてもう1点マリニンモンソンですね。こちらのタグがちょっと切れてしまってる1点になります。でこちらもブラックボディに大きく赤のプリントでマリリン・マンソンの顔が大きく入ってます。全体的にこちらも、まあ、使用感フェード感はありますが、ちょっと肘感も柔らかくなってまして、フェード感もある非常に雰囲気のいいボディになります。バックもですねプリントが入りまして、こういった感じの焼け感は見受けられます。サイズ表記あるとすると、こちらもエクストララージの縮みでラージぐらいになってるのかなと思います。はい、雰囲気こちらも好きな方多いフェード感かなと思います。こちらのお値段で 49,800円に消費税です。続きましてカートのこちら死亡診断書の T シャツですね。フルーツのタグがつきます。サイズ表記はちょっと薄れてしまってますが、エクストラージぐらいかなと思います。こちらもなかなか出ない、プリントになりまして、大きくフロントにこちら白黒のプリントで入ります。コピーライトも入りまして、細かいんですけども、ところどころこういった感じにちょっとシミ汚れは見受けられます。はい、ソレストシングルの一着で雰囲気もいいですし、カート小判らしくないところが非常にいいかなと思います。サイズ表記あるとすると、こちらもエクストラージぐらいですかね。自分はだいぶ大きめに着用できます。縮みも一切出ないことの場合です。こちらのお値段で 59,800円に消費税です。続きましてセックスピストルのですね。ヘインズビーフィータグがつきまして、サイズ表記はラージです。薄めのレモンイエローのボディにプリント、このセックスピストルのカラーのプリントが入ります。ところどころこの、プリント付近に細かいちょっと汚れとかは見受けられまして、コピーライトもしっかりと入ります。ソレストシングルの一点になります。はい、でバックは無地のパターンですね。バックもちょっと細かいんですけども、薄汚れみたいなのはポツポツと見受けられます。こちらもラージ表記で、自分が程よく着れるいいサイズ感の1点かなと思います。こちらのお値段で 35,800円に消費税です。続きましてこちらザストンローゼスですね。スクリーンスターズのタグがつきまして、サイズ表記はエクストララージです。でホワイトボディに定番のこちらのストーンローゼスのプリントが入ります。ソレストシングルで、こちらも使用感あって生地感柔らかくなってますが、まあ、さらっと着れる夏には着やすいボディに仕上がってるかなと。雰囲気もめちゃくちゃいいです。バックは無地ですね。汚れとかもほとんどなくて、まあ、ほんと使用感のみかなと思います。エクストララージ表記で、こちらも体感的にラージぐらいですかね。はい、自分は少し緩く着れるサイズ感になります。こちらの値段で 79,800円に消費税です。続きましてこちらライドの T シャツですね。タグはこちらもちょっと薄くなって見えなくなってしまってます。ホワイトボディにこちらのライトのプリントが入ります。はい、こちらもまあ使用感とかあったり、こちらですね、裾付近にこういったシミ汚れが1点大きく見受けられるボディになります。ソレストシングルで1点ポツッと、ステッチほつれなどもあります。でバックにもプリントがこういった感じに入ります。まあ、ここぐらいですかね。でこちらもサイズよく見受けられないんですけども、おそらくエクストララージぐらいあるのかなと思います。身幅もしっかりとあって、着丈は長すぎないサイズ感になってます。こちらのお値段で 79,800円に消費税です。続きましてザ・フレーミングリップスですね。こちらのアンビルのタグがつきまして、サイズ表記はエクストラージのアメリカ製です。はい、でちょっと濃いめの、イエローのボディになりまして、大きくプリントが入ります。はい、生地感もまだ全然ガシッとしてますし、コピーライトもしっかりと入ります。プリントのひび割れとかも少ないですね。コンディション非常にいいと思います。そしてバックにもプリントが大きく入ります。ボディのカラーも珍しいです。コンディションも非常にいいかなと思います。エクストララージ表記で、自分がこちらも程よく着れるいいサイズ感になります。こちらのお値段で 98,000円に消費税です。続きましてこちらピックアップスの T シャツですね。こちらのタグがつきまして、サイズ表記はエクストララージです。こちらはネイビーボディにこちらのプリントが入りまして、袖にもプリントが入る
こちらも珍しいフロンティーかなと思います。若干のプリントのひび割れぐらいもありますが、こちらも雰囲気よく仕上がってるのでお好きな方多いかなと思います。バックは無地ですね。ですが袖にもプリントが入っています。エクストララージ表記で、こちらも自分が着用して、ゆるく着れる、本当ロンティーにしてはめちゃくちゃいいサイズ感のリンティーになると思います。こちらのお値段で 59,800円に消費税です。続きまして、こちらラルフローレンのポロシャツですね。こちらのタグつきまして、サイズ表記はラージです。 100% コットンのグリーンボディの一点になります。こちらもまあ全体的にちょっと使用感とかはありますが、ちょっとフェード感もありますね。バックにですね、こちらのプリントが入る、まあ、探してみると珍しい、まあ、ラルフのポロシャツかなと思います。バックもありつつラージなのでガバッと着れるサイズ感かなと思います。こちらのお値段で6800円に消費税です。続きまして、ブルックスのこちら7つボタンですね。まずこちらになりまして、サイズ表記は15ハーフです。でブルーベースの一点でボタンダウン、そしてポケツ、肩ポケの仕様ですね。こちらも、コンディションは非常にいいかなと思います。ガシッとした生地感で目立ったダメージも見受けられないですね。15ハーフの一点になりますが、縮みとかは一切出てないですね。自分はまだ大きめに着用できるサイズ感になります。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きまして、こちらディテールのギーダーシャツですね。こちらのタグがつきます。サイズ表記はラージですね。 100% コットンです。80年代頃ですかね、まあ、こちらの、まあ、なかなか見ない作りのディテールの効いた、半袖シャツになります。ポケットも付いていて、こういった感じの袋の感じになっています。そしてボタンも完品の仕様です。そしてバックは無地のパターンですね。一点ポツッとちょっと汚れは抜けられますが、そこぐらいになります、まあ、ラージ表記で自分がいる着ているサイズ感です。まあ、探してもない、まあ、いいレギュラーシャツかなと思います。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きまして、ここからハワイアンシャツですね。まずこちらのカメハメハの年代浅めのタグがつきます。サイズ表記はラージですね。でレッドにボーダーパターンの一点になります。まあ年代浅めの分サイズ感も非常に大きめですし、まあ、着やすい一点かなと思います。そしてバッグもこういった感じですね。目立ったダメージ汚れとかは見受けられないです。ラージ表記で、こちらも着丈もしっかりとあって自分がゆるく着れるサイズ感になります。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きまして、こちら90年代のレインスプーラーのタグつきます。サイズ表記はミディアムですね。こちらも配色良くてサイズ感もしっかりと、大きめの、値段浅めのハワイアンシャツになります。ベラップ付きのポケット、そして袖丈もしっかりと取られてます。バッグはこういった感じですね。こちらもミディアム表記なんですけども、まあ結構大きめのミディアムって感じのサイズ感かなと思います。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きまして、こちらはマクレガーピータです。サイズ表記はミディアムのアメリカ製ですね。でエリシンが入る、まあ、60年代頃の一点ポットンシャツかなと思います。でレッドボディにこちらのこの白で柄が入ります。こちらも珍しいですね。で袖にもこういったボタンがつくディテールになってます。こちらも全体的に使用感はありますが、目立ったダメージ汚れも見受けられないです。ミディアム表記ということで、自分は着用するとちょっとジャストめのアメカジのサイズ感にはなります。こちらのお値段で 25,800 円に消費税です。タツノトウシ15珍しいかな。続きまして、ドットのシャツですね。こちらもいいシャツかなと思います。こちらのタグがつきまして、サイズ表記はミディアムの 100% コットンです。でこちらもエリシンが入るまあ50年代に近い60年代のボディかなと思います。ところどころちょっと、こういった感じの汚れだったり、ちょっとこういった感じのダメージとか薄い汚れは見受けられる個体になります。そしてバックもこういった感じですね。自分もこの同色のドットシャツ持ってますが、本当に着やすくて、まあ、汎用性は非常に高いかなと思います。こちらのお値段で 29,800 円に消費税です。続きまして、ハワイアンシャツですね。こちらのちょっと高くちゃってなってます。
50年代頃ですかね。でサイズ表記もちょっと見受けられなくなってまして、ブラウンベースのボーダーパターンです。でポケットにちょっとこういったダメージがポツッと見受けられたり、この辺にちょっと汚れとかは見受けられます。そしてバッグもこういった感じですね。ブラウンベースのボーダーパターン、雰囲気も非常にいいかなと思います。サイズ表記あったとするとこちらミディアムぐらいですね。自分は全然着用できるんですけど、ジャスト目に近いサイズ感になります。こちらのお値段で 29,800 円に消費税です。続きまして、40年代こちらか花もこのタグがつきます。サイズ表記はちょっと薄くなってますかね、はい、でこちらもボーダーパターンの一点になります、まあ、全体的にフェード感だったりこの薄れとかは見受けられますが、こちらも雰囲気よく仕上がってる一点になりますね。ところどころこの肩付近にちょっとピンホールは見受けられます。そしてあとこちらですね、ボタンホールがちょっと緩くはなってます。でバックもこういった感じで全体的に3フェードは見受けられる一点になります。こちらもサイズ表記だったとするとミディアムぐらいですかね、まあ、ハワイアの自分がジャスト目に着用できるぐらいのサイズ感になります。こちらのお値段で 29,800 円に消費されます。続きましてこちらですね、板がつきました。赤原のタグがつきまして、サイズ表記はちょっとこちらも見受けられないですかね。こちらもレッドパターンになりまして、レッドのボディにこちらの魚の柄が入ります、はい、こちらは目立ったダメージとかも見受けられないですし、コンディションはいいのかなと思います。バックもこういった感じですね。こちらもボーダーパターンにプリントが入ります。こちらも同様ですね。こちらはちょっと身幅もしっかりとあって、まあ、表記でいうとラージぐらいあるのかなと思います。着丈は短めの作りです。こちらのお値段で 59,800 円に消費税です。続きましてこちらもブルックスのボタンダウンジャケですね。タグこちらになりまして、サイズ表記は16です。でこちらもコンディションもいい点になりまして、目立ったダメージもちょっと袖がちょっとこういった感じにすれば見受けられます。ですがその他は目立ったダメージとかは見受けられないです。つまさらっと切れるいいボタンダウンジャケットだと思います。自分で合わせてちょっと着丈も長めなのでゆるく着れる、いいオーバーシャツかなと思います。オーバーシャツのシャツです。こちらのお値段で 7,800 円に消費税です。続きましてオールドギャップのデニムシャツですね。タグこちらになりまして、サイズ表記はちょっと切れてしまってます。で全体的に使用感だったり色落ちしてるデニムシャツになりまして、フラップポケット付きですね。ボタンも完品の仕様で、スレとかもなく、コンディションもこちらもいいと思います。まあ、ほとんどの人がだいぶ大きめに着用できるぐらいのサイズ感ですね。エクストララージアップあるかなと思います。ガバッと着用していただけるので、オーバーサイズで探されている方はおすすめかなと思います。こちらのお値段で 6,800 円に消費税です。続きましてレギュラーの年代のシャツですね。こちらのタグがつきまして、サイズ表記はエクストララージのアメリカ製です。100% コットンですね。80年代から90年代頃のボディかなと思います。でそして、濃いめのブルーにブラックが入る、いい配色のレギュラーのレッドですね。まあ、全体的に使用感ありますが、こちらもサイズ感もしっかりと残ってまして、目立ったダメージとかは見受けられないです。エクストララージ表記あって、着丈も長すぎず、そしてブラックが入ってるっていうところがポイントかなと思います。配色も今日格好がいいんで、レギュラーの年代に乗ってるかなと思います。こちらのお値段で 7,800 円に消費税です。続きまして、スウェット類ですね。こちらも珍しいスウェットかなと思います。タグとかはちょっと欠損してしまってますが、おそらく70年代頃のスウェットになります。はい、細めの、ボーダーパターンのスウェットになります。で、そして生地も感もツートーンになってますね。ところどころちょっとこういったシミ汚れとかはポツポツ見受けられますが、こちらもまあ探してみると非常に内径のスウェットシリーズかなと思います。バッグもですね、こういった感じです。ボーダーの配色もちょっと濃いトーンと薄いトーンの水色が使われてたりして面白い点かなと思います。自分で合わせて、ちょっとまあ S 表記ぐらいですかね、ちょっと小さめのサイズ感にはなります。こちらのお値段で 6,800 円に消費税です。続きましてこちらのですね、ディズニーオフィシャルのタグがつきます。サイズ表記はエクストララージでアメリカ製ですね。80年代のミッキーのスウェットになります。ラグランスリーブの仕様でフロントに
ミッキーのプリントが大きく入ります。サイズ感も非常に残ってるので着用していただける方多いかなと思います。エクストララージ表記で自分もこちらも全然着用していただける、ちょっと少しまあジャストめに近いですが着用できるサイズ感になります。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きましてこちらですね、はい、90年代のオニータのパケがつきます。サイズ表記はエクストララージのアメリカ製ですね。こちらもオニータのタグがつく、こちらもいいスウェット、レギュラースウェットかなと思います。ホワイトボディに内縫いのラグランスリーブ仕様ですね。そしてバックも無地のパターンで、ちょっと袖に1点汚れはありますが、サイズ感も残っていて着やすいレギュラースウェットかなと思います。エクストララージ表記で縮みも多分出てないですね。自分はガバッと着用できるサイズ感になります。こちらのお値段で6800円に消費税です。続きましてラルフローレンのこちらのワンポイントスウェットですね。タグこちらになりまして、サイズ表記はラージです。で濃いめのグレーのボディになりまして、胸元にこちらのグリーンのポニーマークが1点入ります。細かいんですけども若干ですね、ちょっと薄地味みたいなのに受けられますが、全然まあ目立たないほどかなと思います。そしてバックもこういった感じですね。コンディションも全然いいと思います。ラージ表記で自分がこちらも緩く着れるサイズ感になります。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きましてこちらですね、フルーツのタグがつきます。サイズ表記はラージですね、はい、でこちらもホワイトボディにこちらの正常期のプリントが入ります。内縫いのラグランスリーブで、ちょっとこういった感じでシミ汚れがポツッと見受けられます。こちらもですね、でバックにもこちらも小さくこちらの正常期が入ります。ラージ表記でこちらもおそらく縮みは出てないですかね。自分は、まあ、こちらもジャストめに近いんですけども、全然問題なく着用できます。こちらのお値段で6800円に消費税です。続きましてこちらプリントもののレギュラースウェットですね。タグとかはちょっと、見受けられないんですが、こちらもボディ自体は80年代頃かなと思います。そして染み込みでプリントが2段入ります。でサイズ感もちょっとですね小さめなんですけども、着用していただける方は、多いかなと思います。ちょっとこういった汚れとかもちょっと見受けられます。バックは無地ですね、表記見受けられないんですけども、おそらくこちらも S 表記ぐらいかなと思います。自分はちょっと着用は難しいですね。女性の方とかにもおすすめかなと思います。こちらのお値段で7800円に消費です。続きましてこちらのブラックのポーチジャケットですね。タグはこちらになりまして、サイズ表記はミディアムのアメリカ製です。でブラックの仕様でこちらのポケット付きですね。でバックも完全の、無地のパターンのブラックですね。こちらもブラックのポーチジャケットってやっぱり少ないかなと思う、探されてる方にはおすすめかなと思います。ミディアム表記でこちらもジャストめに着用できるサイズ感になります。こちらのお値段で6800円に消費税です。続きましてこちらもチャンピオンですね。80年代ですね。青タグつきます。サイズ表記はラージです。アメリカ製のボディになりまして、こちらも、まあ、チンピオンって感じの1点かなと思います。袖にもこちらチャンピオンの刺繍が入りまして、完全ブルーの1着のブルーソンですね。こちらもまあ探してみると内径かなと思います。そしてバックも無地のパターンですね。まあ、一見チャンピオンに見えないので、ブルゾンかなと思います。ラージ表記で、こちらも体感的に自分はジャストサイズに着用できる、実寸でミディアムぐらいのサイズ感かなと思います。こちらのお値段で7800円に消費税です。続きまして、こちらのレース向けのブルゾンになります。タグはこちらになりますね。サイズ表記とかはちょっと見受けられないんですが、まあ、おそらく60年代頃の一点かなと思います。シワッペンも入りまして、リブとかも切り返しに入ってて、まあ、リブとかの虫食いとかもないですし、全体的にちょっと使用感とか見受けられますが、目立ったダメージとかは見受けられないです。そしてバックにも大きくワッペン入りまして、ちょっとその上の付近にこういったポツッとシミ汚れは見受けられます。まあ、ですが配色もいいかなと思います。自分で合わせてこちらもジャストサイズのビタッとしたサイズ感ですね。ミディアムぐらいのサイズ感かなと思います。こちらのお値段で1万5800円に消費税です。続きましてこちら7050のビッグイですね。こちらの
アメパッチしっかりとついてまして、表記はおそらく36ですね。キラタグ付きです。で全体的に色落ちもしてる一点になりまして、こちら赤タブビッグ色、しっかりと確認取れます。バッグもこういった感じで全体的に色落ちしてる雰囲気の一点になります。変わらず実寸でこちらも36程度ですかね。自分で、切れないことはないんですけども、だいぶ小さめの一点になります。こちらのお値段で59,800円に上品です。続きまして1点ですね、デッドストックの、T シャツをご紹介いたします。こちらヘインズの、無地 T になります。袋もしっかりとついてまして、こちらヘインズのタグですね。ミディアム表記の 100% コットンの、ボディになります。細かい広げた写真だったり、実寸の、サイズなどはウェブストアをご参照いただけたらなと思います。はい、完全にデッドストックの1点です。こちらのお値段で7,800円に消費税です。そしてこちらパタゴニアのリバースショーツですね。タグがこちらになりまして、サイズ表記はミディアムです。で、ブラックのボディにパタゴニアのピースがしっかりとつきまして、こちらもですね、ポケット付きです。コンディションも非常にいいと思います。で、こちらも自分で合わせて膝上ぐらいのサイズ感ですね。まあ、ここからの季節、本当使いやすい、汎用性の高い一点かなと思います。こちらのお値段で7,800円に消費税です。続きましてこちらカーハートのカーゴパンツですね。タグはこちらになりまして表記で3632のサイズ感です。でカーゴのサイドにポケットが付く仕様になりまして、で、まあ、全体的に使用感は見受けられますが、ボディ自体まだしっかりとガシッとしている一点になります。リッスンサイズで3630ですね。自分にはちょっとウエストでかいんですけども、レングス30の威力的な実寸サイズかなと思います。こちらのお値段で9,800円に消費税です。続きましてこちらディッキーズのデッドストックですね。アメリカ製の1点です。フラッシャーもつきまして、表記で3234ですね。でフラッシャーもしっかりとつきます。デッドストックなんですけども、多分他での汚れとかはポツポツと見受けられます。そしてバッグもですね、しっかりこうやってピスもつきまして、全然綺麗なガシッとしたデッドストックかなと思います。進んで変わらず3234ですね。こちらのお値段で12,800円に消費税です。続きましてこちらですね、コーズパンツですね。ネイビーのコーズパンツになりまして、ジップはこちらリーバイジップですね、採用されています。はい、でこちらドッカーズの一点ですね。バグはこちらになります。でコンディションも全然良くて、ここからさらっと履いていただける、シルエットのいいコーズパンツかなと思います。太腕ですね。はい、で実寸でこちらも変わらずですね、はい、自分でこれぐらいのサイズ感になります。こちらのお値段で7,800円に消費税です。続きましてこちらリーバイのポリパンですね。はい、こちらのジップが採用されています。でフロントこちらネイビーのパターンになりまして、缶抜きがこちらですね、ちょっと紫っぽい缶抜き使われています。はい、そしてバックもですね、黒タブ採用されてます。実寸でこちら3630ですね。こちらもゴールデンサイズ止まる方は非常に多いかなと思います。こちらのお値段で7,800円に消費税です。続きましてこちら505のブラックですね。505です。でこちら後染めの1点になります。実寸で3132のブラックですね。はい、で全体的に、まあ、使用感色落ちはありますが、本当店頭とかにも本当大人気で、品数になっているブラックデニムですね。パッチもしっかりと残ってまして、オレンジタブも採用されています。実寸で3032のサイズ感ですね。本当にベースが店頭でも探されている方多いので、このあたりはもう早めにご検討いただけたらなと思います。こちらのお値段で12,800円に消費税です。続きまして501のアメリカ製ですね。ボタンフライの仕様になりまして、うっすらとヒゲと、蜂の巣ヒゲも入る、まあ、いいレギュラーの色落ちのデニムかなと思います。そして紙パッチも残ってまして、3630表記ですね。赤タブもレジスタマークのみです。一寸で3530ですね。このあたりもサイズ感ハマる方非常に多いではないでしょうか。こちらのお値段で17,800円に消費税です。
続きましてこちら517のアメリカ製ですね。はい、こちら内田からなんですけども表記で3331です。そしてジップはこちらはリーバイジップですね。で全体的に色落ちもしてまして、こういった感じでちょっとうっすらと濃淡の効いてる色落ちになってます。でセンタープレスの感じも入ってまして、シルエットも非常に綺麗かなと思います。で表記で3331でオレンジタブですね。実寸で3430です。このあたりもフォントハマる方多いサイズ感かなと思います。こちらのお値段で 12,800円に消費税です。続きまして505シングルですね。はい、こちらの42タルのジップが採用されてます。そしてフロントから見ていきたいんですけども、ちょっとポケット付近にこういったダメージとかはポツポツと見受けられます。そしてこの股付近にちょっとペンキ飛びだったりもありまして、股は全然綺麗な状態ですね。でまあ新、66前期らしいこういった感じの縦落ちの効いた色落ちになってます。はい、そしてバックですね、パッチもしっかりと残ってまして505のインチ読み取れます。で赤タブもしっかりと残ってまして、スモールのシングルですね。でこちら耳はつかないですね。ちょっとストッキングこういった感じのリペアとかも見受けられます。実寸サイズでこちら3832です。ちょっと自分にはサイズが、大きいんですけども、まあ、このサイズがハマる方非常に綺麗な色落ち、使いやすい色かなと思います。こちらのお値段で 79,800円に消費税です。続きましてこちらも WX ですね。 551ZWX です。こちらもフロントですね、隠しリベットが採用されてます。はい、で色残りもほんとまだまだあって、深みのあるインディゴ具合の 551Z かなと思います。ジップですね、グリッパージッパー採用されてまして、結構ドス黒い系の色味になりまして、ちょっとサビ汚れとかポツポツありますが、これもこれで結構雰囲気や結構かっこいいってかなと思います。こういった感じの色落ちです。そしてバックですね、はい、紙パッチのかけらもちょっと一点残ってまして、赤玉もびっくりもちろんついてます。でちょっとこういった名刺の飛びとかも雰囲気いいのかなと思います。バックもこういった感じですね。はい、実寸サイズで3630です。はい、このあたりのサイズ感を探されている方にはレングス短めでウエスト大きめ、そして色残りも結構あるのでおすすめかなと思います。このサビ汚れの分ちょっと、ね、プライスも低めなのでぜひ、こちらのお値段で498,000円に消費税です。続きましてラスト2点ですね。はい、片面の WX です。はい、隠しリベットこちらも採用されてまして、フロントからなんですけども、はい、こちらは全体的に色は落ちてる1点になります。ですが、まあ、はっきりとした色落ちになっていて雰囲気もめちゃくちゃいいと思います。でリベットは中央に寄ってなくて、こちらもステッチ、サイドステッチ長めのベルトループ極太なので、40年代後半ですね、48年49年頃かなと思います。そしてバックもですね、パッチはちょっと取れてしまってますが、こういった感じのイエローステッチも使われてて、赤玉もしっかりとついてます。で片面の1点ですね、実寸サイズでこちら34-32ですね。色落ちも本当に良くて、この辺りもサイズ感がたまる方にはおすすめの1点かなと思います。こちらの片面の値段で798,000円に消費税です。続きましてこちらも結構すごく色味のいい片面の、年代になります。こちらもですね、隠しリベット採用されておりまして、同じくですね、こちらも刻印は中央に乗ってないんですけども、ベルト、サイドステッチ長めの太めの年代で、イエローステッチも使われているので、おそらく40年代後半の48年49年頃の一点かなと思います。結構ドス黒い感じの色落ちに仕上がってまして、雰囲気もめちゃくちゃいいと思います。そしてバックもですね、パッチは綺麗に、取れてしまってます。赤タブも片面ですね、こちら、まあ、いいですね。そしてバックもこういった感じの雰囲気に仕上がってます。はい、結構ドス黒い感じの47モデルに近いと思います。一寸で3732の一点ですね。このあたりもサイズ感ハマる方、お探しの方には、だいぶおすすめの片面かなと思いますので、お探しだった方おすすめです。こちらのお値段で100万円に消費税になります。ご視聴ありがとうございます。ベルベル人グループではですね、全部店舗、スタッフを募集しております。そしてベルベル人の目の前にあるライライ家の方でもスタッフ募集しております。
たまには自分も入ったりしてますので、まあ、焼きそばを、まあ、焼きたい方だったり、まあ、そう美味しい焼きそばを、お客さんに提供したい方、ぜひ求人お待ちしてますので、よかったらスタッフ募集しております。本日もご視聴ありがとうございました。